皆さん、大変申し訳ございません。本動画は一つの点を完全に忘れておりまして、私そして、シマドン過去 S 島もろとも、お詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。が、しかし、まあ最後まで見ていただければわかりますが、まあ良かったんじゃないかなと思ってます。まあ CD コラボのキャラクターを入れてません。ごめんね。どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。チャレンジダンジョンレベル9に9ですね、はい、挑戦していきたいなと思います。まあおそらくまたね、ゼローグとかファーガンとか出てくるんでしょう、ドラゴン系がね。どうした、ダブミス欲しかったのか。はい、じゃあレベル9ノーコンいきたいなと思います。はい、ではフレンド制でします。はい、お待ちしました。オシリスでいきます。オシリスでしょ。オシリス、まあどうしてもいいじゃん。はい、で、まあベルダンディ、まあ初見なんでね、なんかバランスよく、バランスよくとか言いながら全部攻め攻めだけどね。全部なんかね、超攻撃型のバランスタイプも多いしね、うん、まあエンハンスかかってないけどね。うまいこと言って行こうぜ。勝てる、勝てるの、わかんないよ、初見だから。なんか初見気がないよ。はぁ、諸葛亮入れとけよ。だってどっちかっていうと劉備っつったのあなたでしょ。バレたか。硬いのはもう劉備でいいからみたいな。バレたか。でも超頑張ったらいける。いや無理か、無理だ。いやいける、マジで。劉備そんな強いの。いやエンハンスかまして、うん、劉備のあれで150万でしょ。なくもない、落ち込むのレバーみたいな。うん、左だね。いやまあでも一応ね、やれるだけはやってみます。いやまずこれでね、いけようがいけまいがね、いけ、仮にいけたらさ、ほらいけるんだ、うん、確かに、いうさ情報になるからさ、フレイヤのエンハンス悪くないなとなるじゃん。フレイヤ結構好きなんだけどね。え、キモ。いや違う違う、理由としてはね、ただ単純にめちゃくちゃ引けちゃってるからってのがあって、いっぱい持ってる。うん、これまでで一番出てる、ね、その北欧新シリーズで。あ、そうなの。そうだからです。そんななんか、まあ、かといってなんか愛着があるとかじゃないんだけど、なんで気を失った。え、別になんとなくだ。関係ない関係ない。あ、そうなの。最後陣使うから。あ、そういうこと？うん。劉備はすごい仕事したよ今。はい、すいません、ちょっと機材トラブルで飛んじゃいました。まあ俺がクリック押しちゃったんだけどね。いいんだよ、すまんな。全然全然全然、この程度でね、切れる集中力ならね、もともと勝てんよ。いいこと言う。で、ここから本気、ここから本気、アースエンハンスで劉備だと、劉備使うとこれちょっと多すぎるから。劉備溜まってなくない？劉備溜まってない、溜まってないね。まあじゃあ初ターン一発かけるということで、オシリスとペルセス使います。もうここでとりあえず全力出します。で1234567891011121314か。うん、4444。えそれ16で4444って考えたらできそうだね。できそうだよね。
なんかね、嫌い、なんかこう、なんか知らずにしたくなるような感覚もある。ちょっと2個が邪魔すぎるな。まあいいや、4433はダメだ。どっちがどう？多分444。でもさ、6本も決めないといけないけど最低でも、うん、4433で言ってみましょう。じゃあそしたらこのターンは俺結構イケてるルート見えてる。これはそう。俺回復。これ？違う。その左。あ、これか。違う。その右下。これ？それ。これ？うん。で上に4作って闇作ってその下に木4作ってで33で9下で分割。下と縦で。下と縦で33で分割する。キルル？どこで読む？分割してる？ね、うん、形としては、うん、一番右下に横で木が3つで、ここに上に3つになる。そう、そこに木が3つとそこに3つ。4つはここ。そことその2個下の列、そこ。うん、いけそうじゃない？あれ微妙？いや、ごめんなさい。俺が。ああ、なるほどね。なるほどね。分かった、分かった、結構綺麗だよな、形。うん。綺麗。ああ、確かに。なんかでも、それで抜けなかったらもう、しょうがないよね、みたいな気持ちではある。じゃあ、それやるか。これ抜けなかったらしょうがないよ。次ね、大丈夫。ベルリュービア、残ってるから。あ、もうワンチャンスある。もうワンチャンスある。いいね。完璧。あ、回復忘れたのか。いいじゃん。でもったんじゃない。でもこれでダメならもうしゃあねえぞ。あ、いったんじゃねえこれ。あ、いったわ。これいったわ。余裕でいってるでしょ。よっしゃ、いったー。すげえな、オシリス強えな。いったー、いけましたわ。ありがとうございます。すげえな。これ劉備使ってぶっ飛ばしてもいいよ。劉備のスキルを知らないんだけど使っていいの？あ、使っちゃったか。今ほら、エンハ聞いてるからさ。めっちゃドロップがまた潰れて見える現象が起きた。何ですか？多分だよ、 iPhone5 だから。いや、俺そう思ったんだけど、多分こっち見てたから俺ずっと。はい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 。ああ、それな気がした今。それはあるかも。二体攻撃を組むのが難しいんだよな。いや別にそこは意識しなくていいっすよ。一個作ればいい。コンボ数の方がいい、うん。カーリー使ってたらね、なんか割と感覚そっちにいるんですけどね。さっきグラン使ったせいでね、分割の方に行っちゃうんだよね、感覚はね。うん。ん？ん？すげえ木がくっついちゃうな。ちょっとだけ考えさせて。一応ね、これチャレダン9だからね。うん、舐めてかかったらすぐやられちゃいそうだから。まあ、すぐやられるよ。うん。間違いない。これ左水落としにしちゃって、左水落とし、光を、木の四つ消しを作るんですよ、縦に左。うん、なるほど。中央を真ん中の段の、うん、左から2番目の光を持って、うん、こういうこと。左行って、うん、で上がって光作って木作って木作って、ちょっと待って、まず左の二体攻撃を作るんだよね。そうそう。で、そこから上がって光を縦に揃えて、下に潜って、何て言うんだろう。まず光、木の四つ消しを作って、うん、そしたら勝手に水の落としができて、うん、で、そのまま上がったら木が縦に3つ並んで、え？行く。
し、なんでなんで、こうこうすると、これここをこう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 、うん、こうこう出るとすると、ここに光が2個乗っくるんで、うん、このこっちに来るん で、うん、でそれをこのまま縦に作ってあげる。でそのまま抜けて、うん、木作って木作って、うん、ここでぐるぐるってして、うん、木作って、うん、光着地。オッケー、分かっとるやん。もう1コンボ増やせたよね今ね。あ、でもいいじゃん、全然落ち込んがいいじゃん。もう1コンボ増やせたよね。そい、あ、なんで、まだだった、まだだっただと、天に乗ったなんとか言ってた。でもこれ別にいけるでしょ、6コンボ。ちょっと待ってな、チャレなんだから。6コンボってやる、緊張する。何食いながらまだ分かるけど、何コンボが、3、無理、潰れて見える現象。ん？潰れて見える現象。うん、いやそうなんだけど、なんかこう見たらルート見えるかなとかさ。ああ、え、いろいろやるでしょ家で。やんない。仰向けになってこうやったらルート見えるかなとか。やんないんだよね全然。なんか、まあ、俺もや考え全然やったことないけど。あかんとこ、適当に言っていい？見えない、特に見えない。あ、斜めミスった。いける、しまだー、もうワン。はい、皆さん、フレイヤさんのことを忘れてください。もういたこの人の、あ、い、諸葛亮さんの、このこれで百戦百勝の愚道で吹っ飛ばします、山フラワー。じゃあ挑戦していきます。ちょっと半分かなってたからか。はい、もう帰ります。はい、テイク3。まあ言ってまだ撮影開始20分ですか。10分に1回も開けてる計算ですよ。はい、大丈夫です。まあここはもう慣れた、ワンフロアの処理は慣れた、大丈夫。もう2回やった、スキルを貯めて、とりあえず貯めて、キャップドロップはまあ消しておいておいて、諸葛たまりの12345の12345の444で突破します。444、うん、言いたいことと合ってた。ペルセウス、うん、オシリス、諸葛亮、うん、はい。ほんでさ、あんたさ、ね、うん、ほんでさ、はい、いきます。よいしょ、危ねまった。さあ、いや、俺ね、もうネタ化としてきましたよ、大島さんのライバル。ちょっといい？ん？一つ言っていい？うん、だいぶ目覚めてきた。マジで？うん、まだ朝だからね。俺さ、朝本当に弱くて、多分アップバンクで一番朝弱いよね、俺。うん、なんか俺、全員とまではなんか言われるとなんかちょっと自信なくなるけど、うん、弱いね。多分一番弱いよね、もうね、いいや、やろう、うん、ただ単純にね、遅いだけだから、大島さんの場合。俺ね、じゃあ朝弱い、昔からどんだけ早く寝ても起きらんない。血圧が。ご飯食べないか。食べてる、朝食じゃん。え、もうその話やめとこう、ごめん。オシリスこれ別にオシリスじゃなくてもいいし、なんでもどうぞって感じです。とりあえずじゃあ普通に殴り合えるんだもんね。うん、じわじわと削りながら、結構立ち悪いよな、こいつ。いいよいいよ、これ流れ決まってんじゃん。で、3ターン切れたらどうなるの？
あん？あん？椅子の音で結構いい音してんな。なんで間に合わないのかな。うん、まあでも大丈夫。回復は欲しいな。回復なくね。うん、まあ、大丈夫、今じゃなくて次に回復が欲しい。2万飛んでくる。この次に回復。だからここでしっかり1万ぐらい回復しなきゃいけないか。まあ回復できる。ベルダンディ、ベルダンディ。いや、ベルしなくても回復できます。何しゃってるんですよ。本当に？本当本当、回復しっかりする。飛んでしっかりする。よし、受けれーので、ここでお尻使って削りーの、ここで倒しきらんとね。まあ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 、もう一発受けれるから、タメが来るから。え、本当に？どんどんどん、さっきタメが来たじゃん。さっきで、あれもっと削ったらタメが来るんじゃない？これ30%ぐらい。これさ、うん、倍率出なかったらさっきの同じのもう一回来そうじゃない？うん、多分そうだな。それから3倍にまたなるか、予想としては。うん、ちょっと待ってね。うん、待ってます。いつもね、これ見えてないのに適当に行くからダメなんだ。ちゃんと考えていかないと。適当なことをしてはいけない。はい、いやいやです。見えてない。行っていい？いや、行きたいだけだよ。ダメなの、この悪い癖。右上から斜めに入って、ああでもそうだね、先に右上から行くんだ。いやもうでもそっちだとね、光が作れないんだよね、俺の言ってるルートだと。はいはいはい、光作るんだったら右から左から行かないといけないから。うん、光無視するなら右上から斜めとか適当に入って、火を作って、木作って、うん、で水作って、あの右の方に作って、水作って縦に、うん、でそこから闇揃えて、最後木を44で消すために、最初に作ったあの木の三つ消しのところを、あの四つ消しにして終わる。スッてつける感じな。1,2,3,4,5,6。うん、分かる。失敗しそう。じゃあ失敗しなさそうなやつ。大丈夫だ。おお、水できた。おお。あれ？なんか一個足んなかったね今。あ、でもね、何見つけた？回数できたし、わかんない。よっしゃ。次なんだ。おお。マジやべえの来た。これはやばいな。マジやべえの来た。初手劉備だわ。だ、劉備使ったらすっごい量ができすぎる。難しくなるね。でもここで劉備使わんと猶予ないよね、こいつ。あんまり動く行動がもう確定してて、うん、ベル劉備で一気に削る方がいいのか。ただベルダンディのね、ドロップの数次第では劉備だともう6コンボ組めないみたいなお話もありえるからね。劉備使います。ほい、よっしゃ。ゲーファイ、ゲーファイさん、これもちょっとごめん、見えてないけどやるわ。1個乗れ。よっしゃ、危ねえ。これ倒せる？いや無理無理無理、絶対無理。おお、でもこんな行くんだ。でここで
もうね、ガンガン攻めないといけないんですよ。うん、猶予がない。うん、こんな。ああ、もう最悪。四つ消し入れられなかった。倒せないね、多分。倒せない。絶対倒せない。あれ？お、あれ？これ？ただ次バインドなんですよ。これ確実に仕留めないと。倒さないと。うまいなぁ。出しちゃう。よし、コスケコンボ組むのうまいな。いいね、そんなこと。おお、あれなんか、まあ、やめとこう。ん、いや、なめやめとこう。ほら、これほら、うちの弊社の、うん、ね、なんもないです。怖かった。ペースレス使ってる。削り使ってたら削りすぎちゃって中途半端にまたボーンが怖いよね。うん、徐々に徐々に削ってから一番いいと思う。ちょっと待ってね。うん、待つ待つ、全然待つ、そんな早くやんなくて。え、なんかミスったね。斜めが入るとこに行ったっけ。まあ、でも落ちて、まあ、だいぶ落ちて。何それ。あ、ペルって終わりじゃん。あ、回復ないの。お、うまい、うまい、素晴らしい。お、よし、次なんだい。お前またあったに余裕がないの出てきよったな。全力443すね。他で3コンボ。どうしたんでしょう。行きます。わかんないけど頑張る。そう、やめると良さそうだな。そうだね、リカバリー的に。はいはいはい、大丈夫、いけるいけるいける、絶対いける。よし、やる。
よし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 、まず1点目大丈夫。寝た？うん？寝た？寝た？寝てない、寝てない、寝てない、寝てない。アペルセス使いてー。いいだな、アペルセスじゃないや。ただフォトンブレスまだ受けれる。ただディバインが受けれないから、ディバイなんだっけ、なんとかバスターあるから、あれが受けれないからベルダンディですな。ベルダンディを使っておいて、433だね。どうかこのデフォード目をどうにかしてやってください。ダメですね、3文字ちょうど受けれなかった。やっぱな、もう回復に分割までいけるべ。うん、いいね、超いいね。うっしゃー、これでさ超いいね。多分さ、いい具合に削って倒したんじゃないか。よし、すげえ、やべえな、これここまで来て俺負けらんないな。これ誰だ、ハダルさん、ハダルさんスキルダメさせてくれるっけ。でどうせボスゼログシューするな、ここまで来てゼログ出ない。でもファガンも可能性あるか、ファガンだったらいいな。でもファガンボスこれまでないんだよな。参ったね、劉備まで食べたいね。猶予はある、ある、そこまで。ただ削り損ねは許されない、だから出さない方がいい倍率は。いや、あのね、もうここで初活使ってもいいんで、うん、コンボするときにがっつり気組ませて、その局面が来たらペルセウスオシリス初活ぐらいの気持ちでやっちゃっていいんじゃないですか。じゃあ今はコンボ組まんない、うん、てか火を消さない。火は消してもいいと思う、さほどダムは通らない、うん、いうこと。あ、別に、うん、消しても別に大丈夫、うん、多分通らないと思う。さあ、やべ、 あ、やべ、あ、じゃあ大丈夫、ぶつけちゃってない。え、うん、え、こんなことして、こんなことしてくんの、うん、じゃあもう毒分処理しつつ、あ、スキル貯めれるじゃん、そしたら毒消すよ、うん、回復も消すよ、うん、あ、やべ、うん、まだ持ってる、うんうんうん、大丈夫、大丈夫、そんなダメージ大きくないから大丈夫。回復あるね、うん、島殿のメンタルへのダメージは大きそうだったけど、え、外そう、外そう、木外そう、怖い、うぅ、回復ないよ。うん、大丈夫、まだ受けれる。2万3000とか多分飛んでこん。マジで？うん。それはヤリスー、さすがに怖いよ。オッケー、よかった。いや、倍率。これ倍率、あ、ペルセウス使って。あ、これ。あれ？これはさ、いや、島田これ倒し損ねが許されないんですよ。うん、だからここで分割お尻で使って、うん、諸葛ももういっちゃうのか、最後諸葛もいっちゃってんじゃない、引け、ほう、やっぱこれは何なの、これ光、これ光なんだ、うん、これいけんじゃね、うん、なんかいけそうな空気あるよね、うん、なんかいい感じ、
二体攻撃は入れる。映ってんのかなこれ。1、2、3、4、5、6。村井さん遊んでる。村井さん遊んでる。村井さん遊んでる。光を組むことを諦めるわ。オッケー。これ6だよね。うん。オッケー。いったでしょ。必要最小限。コマ、グンダスケット、嘘マジで。あぶねえなおい。心臓止まるわ。止まるわ。お尻つかな。でベル溜まる？もうちょっとで。2。あ、なんかありそうだな。オッケー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 。1で溜まるのか。オナシャス。あれちょっと待って、これ分割難しいな。分割しなくていいんか？俺だったら。いや43で開けしたいか。マジで？じゃないと危ない。難しいな。これ43だけど。いやでもいいや、33で。ちょっと待って。33で。ここを持ちたいわけじゃないですか、気持ちは。まあ、うん、分かる。そうだね、くるくるでね、うん、行きたいよね。それをやりたい気持ちはある、うん、が、そこ作って最後あの上に斜め入れないといけないってことになる、ね、斜め入れないよ、いらない、いらない。あ、三三でいいのか。うん、三三だったらほら水と絡ませればいいんだけど。オッケー、全然いける。それならお願いします。こういうことで、うん、でも回復で戻る、回復で落ち着く。あ、どういうこと。最後ほら回復終わらせて8コンボだし、回復で終われ。なお前だよな、やっぱり。じゃあもうでも初手から勝てるんじゃないのこれ。ゼログだったら勝てない。ほら、あんまり削りすぎると良くないし、え、最初のなんだっけ、グラビティブレスがゼロブラストになっちゃうから、うん、バリエ 100% ダメージになっちゃうの。99は確か。あ、かといって躊躇もできないし、闇属性軽減もついてないし、これ 99% からの、うん、これさ、殴り合えない、わかんない、殴り合えるよね。スサノオとか入れてくればよかったね。え、 99% からベルダンディ使って回復して、うん、攻撃しつつで、その次の攻撃を受けれれば、あのバインドもあんのか、こいつやってくるね、バインド。要はベルダンディと初手偽装はね、一番手っ取り早いのは初手劉備使ってぶん殴って、うん、次ベルダンディで終わらせる、うん、ただ初手劉備だとなんか7割ぐらい削っちゃいそうで、うん、ただ、ね、7割削ったら多分危険だよね、危険信号なんですよ、おそらく。うん、ベルダンディ使って列からの4つ消し4つ消し4つ消しでワンパンできるのか。列はありえないの、属性強化2個しかないし。何言ってんだ。まあでも劉備使うっしょ、この流れ。うん、なんか流れ的には劉備なんだよね。使うっしょ、雰囲気よく分かってないけど行こう。お、綺麗、なんか綺麗。よし、いい具合に決めます。やめます、いい具合に決めれなさそう。木の四つ化粧を1個にする。これで多分だいぶ違うと思う、その木四つ化粧を中心に組むのとそうじゃないのと。軽く、うん、信じて俺は。これでどうですか。
そんな聞かねえ。信じるもなんもねえ。全然聞かねえ。グラビティブレスだからもうこう突っ張り回復しないといけない。全然聞かなかったわ。躊躇のやつ。あ、でも全然全然よーし、とりあえず回復ね。ちょっと、ちょっとっていうか、え、待って、待って、受けれるよね。受けれないみたいな嘘はやめて。まだ望みは繋いでいる。まだ分からんよ。オッケーオッケー。で、吸収が次切れるからここであれするから、確実に。ただ、違う。あと2ターンで倒せばいい。違う。もう一周した方がいいんですよ、スキル的に。うん、なるほど。スキル的にね。だからここで木は消さない方がいい。吸収の後って割合？吸収の後は、そう、割合。だから99%で、そう、回復取っとく。AI が、を信じるよ。一緒だったらの話だもんね。一緒だったらの話。違ったら負ける。よかった。かといって、たくさんそんなにね、火があるわけじゃないか。回復があるわけじゃないか。回復二分割したいね。うん。行ってもらう。よし、よし、よし、よし。おお、これありますな。なんか買ったっぽいな。ありますな。ちょっとダメ、火は消しちゃダメ。もうギリギリの判断。これ買ったら富士そば行こうぜ、お祝いに。オッケー。じゃん？じゃん？ペルセウスじゃん？ペルセウスでまた来るからの、もうその時は吸収だよ。だよね。で、それに、ベルダンディか、なんか合わせれないんかい！いや、俺、諸葛のエンハンス合わせたかったんだよね。あの、諸葛のエンハンス一回使えるか。OK。じゃあ、ペルセウスからの、これはペルセウスだけで単体が正解、それともお尻までいっとく。10個か13個か組みづらくはなるよね。うん、お尻使うとね。うん、でも使わないと1個多分勝てない。こうやったら 4つ消し3個できる。多分勢いでいける今雰囲気。オッケー、勢いでいきます。乗ってる。なんかわかんないけど。おし、乗ってる乗ってる。いけ、出せ。よっしゃー、うっしゃ。すごいね、コスケチャレンジ。いい具合に進んでるよ。いけた。え、テイク何これ。テイク3だね。テイク3でいけた。え、そうかな。3だね。テイク4だっけ、わかんない。3か4かもね。3か4でいけた。そのうちの2回俺が勝手に死んでるだけだ。いや、よかった。これはもうフレンド親友のオシマさんのおかげですよ。いつでも使えるオシリスさんのおかげで。そうだよ、オシリス出してるよ。安心して楽しくプレイできました。よかった。はい、ね、ということでオシリス楽しいね。チャレダンレベル9クリアということで、残すは10。10はね、どうすかな。あまり考えてないです。頑張るだけです。はい、やられて考える。そうだね。多分石でも勝とうよ。いや、勝つまでやるよ。時間があれば。うん。石10個ぐらい多分飛ぶ。うん、ということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。